俺絶対ナンバーワンホストになりますから。そしたらすぐに返せますから。頑張りますから。どんな仕事でもただ頑張って成功できるほど甘くねえ。お前なんでホストになったの？あいつ見込みあったんだけどな。なんでクビにしたんですか？危険だからだ。俺たちが金を貸してるのはまともじゃねえやつらだ。何を考えてるのかもわからねえ。本当は誰なのかもわからねえ。あいつはその怖さが分かってね。ちょっと取り立てを覚えてすぐに客を舐めて仕事も舐めた。金も舐めてる。ホストは客だけじゃなく自分自身も騙さなきゃやっていけねえ商売だ。自分の嘘の揉みに耐えきれねえで潰されなきゃいいけどな。今お金全然ありません。残りはジャンプしてやるよ。お前に貸したのはこれで72,000円、10日後の利息は36,000円だ。拾わなくていいの、五円玉。え、五円でも大切な金だろ。それ拾わなきゃやり直せねえぞ。闇金ってクズね。あんたたちが生きてる意味が分かんない。私もだけど。死ぬ意味も分かんねえんだ。やっぱ結局女は風俗しか稼げないんすかね。今のあいつはこの前までとは違うけどな。え？てめえの頭で考え始めただけマシってこと。なるほど。俺も同じこと考えてました。江崎さん、金拾おうとしてよかったですね。ああ。お前が拾ったのいくらだったの？これっす。俺の命、5円ですかね。バカにすんな。たかが5円でこうやって命拾いすることもあんだ。なるほど。俺も今同じこと考えてました。しかしホストっつうのも若い時の一瞬しか稼げねえ儚い仕事だね。ホストは女のために嘘をつく。女に一瞬のきらめきを与える仕事だ。だがそのきらめきもいつかは女の闇に飲み込まれる。ホストの命が儚いのはホストがいくら嘘で光り輝いてもそれより女の闇が深くて暗いからだ。